さくら市議会議員の高木大輔です。本日は、上志津の道路の問題に要望があったので調査しに来ました。要望なんですけども、この道路幅が狭いということで、こちらの方を見てもらうと分かるんですけど、こちらの方を広げると、まあ、そういう形で、まあ、道路の幅を広げられないかと、まあ、こういう要望がありましたので調査しに来ました。また舗装工事があるんですけども、この舗装工事がどうなるのかというところもですね、実際これから、画像を撮って市の方に提供していきます。